順5号艇の金子純一は行きかけたんですが、完全に中枠2人がその動きを止めました。展示同様に枠番通りの進入で収まります。順にホーム側へと各メンバーが出てきました。1つ目の準優勝戦は第10レースです。すでに1号艇の岡田紀之はインコースへとボートを向けています。そして2号艇の杉田徳光、人気を集める高枠勢がインと2コースを固めていきます。インに構えたのが絶好枠1号艇の岡田紀之、そしてその横にコースが地元2号艇杉田徳光です。センターの3コース連日活発な攻めを見せています3号艇井内正太郎、この井内の攻めをうちの2人がしっかりとしのぎきれるかどうか。奥に4号艇の池田雄介、池田が角を伺っての作戦待機行動。池田はボートが後方に向いています。今ゆっくりと5番と6番もボートを下げていきました。金子純一と下川雅文、本番レースは枠番通りの3対3に並び固まりました。角は4コース池田雄介、インに1号艇岡田紀之、水面コンディションは非常に穏やか。第10レース、岡田がちょうど100ぐらいからの起こして、1番2番3番4番5番6番です。準優勝戦10レース、スタートしました。インと3コース岡田井内が好スタート、2コースはへこんでしまいました。先に回る1号艇の岡田の隆起を3コースから3号艇の井内がまくりに行きました。2コースからくるっと立ち回る2号艇杉田、その懐には4号艇の池田雄介バックへ入っています。岡田押し切りました。2番手は3号艇井内、3番手は4号艇の池田雄介、後方3艇2号艇6号艇5号艇。10レーススタートは正常でした。一周にマークは岡田トップ旋回、内側に詰め寄ってくる4号艇の池田を外を回って3号艇井内がかわしに行く、こちらは切り込む2号艇杉田徳光、こちらは3番手争いで2番手は外、3艇身4艇身前に出ています。3号艇井内正太郎、3番手は2号艇4号艇並んでいます。内が杉田、外が池田雄介。2周の1マーク、3番手は外を止めつつ2号艇の杉田徳光、杉田がおっと2番手ぐらつきました。3号艇の井内、定冠を詰めた2号艇の杉田でしたが、2番手は3号艇守っています井内。ただ後ろとの定冠が詰まってきまして、現在は2艇身半ほど。2周にマークの旋回、2番手はセンターから3号艇の井内、内へ振って4号艇迫ってくる。こうなると杉田ついて回る形になりました。2番手はまた定冠を広げた3号艇井内、3番手2号艇杉田徳光です。4番手からもう一度押し上げてきました4号艇の池田雄介、3番手と4番手間隔現在一定審判、そのまま内側へ飛び込んでいく4号艇の池田雄介、2号艇の杉田はこれを行かせて V 際へ刺してバックへ入ったんですが、落として回った4号艇の池田がここで逆転しました。3番手は入れ替わって4号艇の池田雄介、一定審判差、内側をまだ走っていく2号艇杉田徳光、外からかぶせに行く4号艇池田雄介、内々へくるっと小回りで2号艇の杉田が手を運んでホームへ折り返しますが、どうやら3番手は4号艇池田雄介取り切って1番3番4番、先頭は1番の岡田五輪、2着3番の井内、3着は4番の池田、続いて2番の杉田、6番の下川、ラストは5番の金子五輪。